程度でなんとか実現できるといいなという思いがまず浮かびましたね。最初のあの、激しい雨が降るの始まる前にそのざわめきみたいのがちょっと長めに、まあ、もちろん今回は頭から入れてますけどちょっとありましたよね。少しあれは結構しびれたんですよね。なんかゴホゴホとかこう武道館の中 その空気のがあのちゃんと入っててあれがちょっとゾゾゾッとしたのさっきも言ったかもしれませんけどあのすごく印象的だったんですよ。まあ、ただそこからちょっとね長くて、15年間かかっちゃったんですけど、で改めて2022年にもう4月に許諾局へ行こうという話になってでもう一回作り始めてそこから音作りが始まるわけじゃないですか。で今回そのサウンドいや本当に素晴らしいサウンドになっていると、まあ、聞かれた方皆さんそう言われているいますけどあの何がポイントだったですかね。やっぱりその78年と違うところっていうかまずどうしようですよね、うん、あの78年のあのバランスを引き継いでやるのかそれとも新しい何かをやるのかというふうに言って3人で話して、はい、でKさんが熱に断ってあの熱い熱の夜のコンサートを記録として残したいという話があって、はい、まあそれが熱がキーワードになってでトラックダウン、まあ、してエッケルさんに送ってどう言うとエッケルさんからエンジンが返ってきてすまったですねすまったですねわけわかんないですねドラムのリフは嵐のようにしてくれとかねすごくあの印象的なあの言葉が伝えてましたね。この曲は踊ろうとしてくれとタンバリン踊ろうとしてくれっていう感覚はダブル曲だからタンバリンみたいなでもそれがやっぱりなんかこうイメージは湧くんですよねイメージ湧くね、はい、あの僕は技術者じゃないんでねそういう感じを出すのは自分ではできないわけでそれでも頼むしかないで僕は当時36歳、若いまだね。でその武道館でのステージっていうのはやっぱり僕の印象に残っているのはボブの声だったわけです。だから彼の声が会場武道館隅々まで突き刺さるように伝わっていく、それが一番の狙い。そのためにはボブを中心に熱のこもったそのボブのボーカルを前面に出したミキングにしたいというのを常に言ってました。であとはそのバックのサウンドが時折そのここのギターは雷のように切り裂けとかね。そう雷それはちょっとだからもう表現的にはそういうしか僕にはないわけですね。で雰囲気としてなんか恐ろしい雰囲気出したいからそういう風にしてくれとかねいろんなその無理難題注文を全部投げかけたわけで、そうするとトムの方はそれを全て現実の音として、作ってくれるわけです。作るっていうのかな、ミキシングしてくれるわけですよ。で出来上がったのが今回というふうに思いますね。あとはあのやっぱり明らかにテクノロジーの進化があの今回のサウンドに影響、まあ、してるというかと思うんですけど、その辺はいかがですかね。さっきのちょっとパワーポで、ね、あんまりこれ鈴木さんが送ってもらったやつですけど、この辺ってなんかすっごい高度がこう写真があったんですけど、これって何かあります？乃木坂スタジオです。このスタジオだとそのマルチレコーダーから、まあ、これプロトゥールスに取り込んでる時の写真なんですけど、8メーターとか10メーターとか長いとか15メーターぐらいあるんですね。でケーブルが、まあテープレコーダーからコンソールに入って、まあ、プロトゥールスに行ってると。で今回はそういう長いケーブルが嫌なんで、プロトゥールス3体を借りて、でテープレコーダーの裏に 1.5 メーターのケーブルで直につないで、取り込んだと。で一番の問題はアナログの時は24チャンフルにトラック入ってたんで、オートミックスがっていうそのコンピューターを使ってフェーターの動きを、コントロールするってことができなかったんですね。で今回そのプロトゥールスに取り込んだことによって、それが全部、
オートミックスのコンピューターに取り込んでできるようになったんで、例えば菅野さんからドラムリフは嵐のようにしてくれと言われた時、四分音符の4つを頭を小さく、4発目を大きくするか逆にするかとかって、そういう細かい一小節の間の4つのタブタブの音のコントロールまでできるようになったわけですね。だから24チャンネルで撮ってるものの、まあ、被ってる曲、あれも コーラスでしたっけ、やっぱりその24トラックあるけど、その中で、ね、くっついちゃってるやつもあるわけですよね。だからそういうのも含めて、あとそう僕は思ったのは、あのノイズっていうか、あの歓声ですね。歓声がもともとの武道館もあれそこまで入ってる。あ、普通海外のライブアルバムってものすごいじゃないですか、なんか付け足したような。で今回も本当にだから人聞くとなんか静かだなんじゃないみたいなふうに思われるかもしれないですけど、あれって2チャンネルにしか入ってないんですよね。そうです、マイク2本しか立ってないんですね。それであの武道館って独特の響きあるじゃないですか、はいはいはい、であの独特の響きを出しちゃうと音全体がすごい濁るんですね、うん、なんでそこらイコライザーしてレベル設定をうまくやってということをやって、まあなんとかそこまで歓声を出すことができたかなということですね。まあ、あと今日来てらっしゃるかもしれませんけど、2日目でね、2日目のを聞いていただくと、右チャンネルからすごい日本人の声が入ってて、はいはいはい、でもあれはあれでなんかそのいわゆるもしかしたら今の AI の技術だったら撮れるかもしれないですけど、でもね、やっぱありのままにこう行こうっていうことで、まあ、残して、でもそれがね、でもやっぱり海外の方とかの何ですか、長官的には結構こう日本人の人がこう盛り上がってるみたいな。ああ、なるほど。ある種、なるほど。もしかしたらその方のおかげでOK になったのかもしれないかなみたいなね、ちょっと気にもなったりもしたんですけど、あとはアナログの作る時にものすごいこだわってらっしゃったじゃないですか、カッティングのスタジオに機材持ち込んだり。はいはいはい。まあともかく今回は白木さんは日程とかそれからお金とかそういうことに関して一切こう枠作らなかったんですね。だから例えばさっきプロトゥールス借りたっていうのは、本来ならば持ってくれば当然お金かかるわけで、そういうことについては全くこうしたいっていうと、あ、いいですよいいですよって全部やらせてくれたんで、悔い残すことは何もなくできたんですね。それからそのマスタリングにせよカッティングにせよ、いいと思う機材を全部持ち込むことを相手方が許してくれたんで、すごかったですね。だからものすごい機材をカッティングルームに持ち込む、いわゆるオリジナルを取り込んだものをそのままカッティングに使いたいっていうあれですよね。そうです、トラックダウンして、さっきの映像あったスタジオで使ってマスターレコーダーの DSD の音源をそのままカッティングのに持ってって、それこそ電源ケーブルからラインケーブルから全て持ち込んでやったという形ですよね。カッティングはね、ミュージックラボ、ワーナーミュージックマスタリングか の北村さんがねやっていただきましたけど、さっきの溝の写真をで、これってモノクロのブックレットに載せたんですけど、これって Like a Rolling Stone のサビの部分の溝なんですよ。でこれを北村さんがこうやって顕微鏡で見るんですけどね、溝見せてもらったら、あ、すげえなみたいなそしたら、ね、写真撮ってくれて、だからやっぱりすごい太い音が出てる時はすごく深く切られてるってことですよね。だからいろいろ勉強させていただきました、ありがとうございました。ではここであれですかね、ちょっと聞き比べをしてみようかなということで、